ちなみにさこの髪型ってさあのノリラジ調べだとあの江戸時代に川で遊ぶ子供がもし溺れたりした時に見つけやすいように頭の先っちょの髪型を奇抜にすることで見やすくなるからっていう理由でこんなわけわかんない髪型が流行ったらしいです。 これおそらく体のサイズが青い方がちょっと大きいんで、お兄さんだと思うんだけど、お兄さんも大概やばいよね。リング途中欠けてるし、もう左なんかうんこやからね、これ。もうなんか、パーマかかってんのかなんなのかわかんないけど、妙にモコモコしてて、左のお兄さんも大概で、う,うんこやからね、もう。行ってきたんよ、とこや。 んんと美容師さんにね美容容師師さんがににね床屋見てもらったのよこれいや、まだ笑うとこじゃなくないまだ俺だよ。まだ別に笑うとこじゃないでしょ。なんだ、早くない笑うのまだ切ってないよ。説教されてるわけじゃない。髪見てもらってんので、今俺がスマホで、この髪型にしてくださいって言って、見してんのよ。いや、違うし、説教されて髪掴まれて、ボコられてる絵じゃないから。 こう髪の毛触ってもらってね。あ、この辺こう切るんだ、みたいな。感じだから、髪チェック、髪チェック。ホームヘルパーじゃないよ。ホームヘルパーじゃない、お前。誰が <laughs> 車椅子だ、お前。立てるわ、自分で。ねで、まあ、これはまあ、右手スマホ持ってて、ね、こんな髪型なんですよ、って言って、ね、見してて、で、あ、頭頂部がリング状になってて、真ん中が、 ツルツルなんだと。あと、えー、前髪がちょろんと出てて、で、あと残り切るんですね、みたいな。うん、で、あのー、切るところは俺、紙ソリで剃ってくれって言ったんですよ。これにしてくださいって言ったら、あのー、えー、ってなって、これですかみたいな。はい。これです。いや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 。 なるほど。リクエストヘアっていうのはこれですね。あの、電話で伺った時って、あの、天使の輪みたいな髪型ですよね。天使の輪みたいってことは、なんか結構キューティクルな、こう、今流行るのまあの、こう、キノコか、キノコじゃないけど、こう、うわんとしたカットです。カットかと思ったんですけど、これですかはい、これですって。うん。天使の輪じゃないよねっていう。要するに、結構、 きつめなツーブロックっていうのをイメージしてたらしいんですよ。要するに横は完全刈り上げて、そこを沿って上だけ残してる、こう結構きつめなツーブロックを想像してたところ、本人が来店して、見せた画像が、これなんですよね。で、もう、あーみたいな、こうえなんだーって感じになって、<laughs> そう。まあびっくりするよね。全然ちょっと想像してない。今流行りとかそういうのじゃない、 まさかのめっちゃ画質悪い画像を出されて、超絶変化球が飛んでくるわけですよ。こちらの髪型ですね。で、なんか何されてるんですかまあそれ気になるよね。で、このお店、実は、 あの、オープンしてから、1ヶ月しか経ってないらしいのよ。で、1ヶ月しか経ってないのに、まさかの人生で一度もやったことのない髪型の客が舞い込んできたらしくて、そう、まだお店に花あったんだよ。入り口に。入り口に花があって、もうなんかオープンおめでとうみたいな。ね、今この髪の毛触ってくれてる人がオーナーなんですよ。俺適当にネットから、 予約してたら、まさかのオーナーを指名で予約してて、で、1ヶ月記念っていうのもあって、お店にオーナーさんがいて、で、オーナーさん直々だったんですよ。で、そしたら、このデブイ客が、金髪のデブイ客が来て、まさかのお願いした髪型が、もう一回言いますけど、これなんですよ。で、俺はまあびっくりするわね。で、ちなみに何されてるんですかって言うから、いや、私ですね、あの、ネットでちょっと活動してて、 ネットですかでこの髪型ですかはい。でどういった経緯なんですかって言ったら「私はあのネットで生放送させてもらってえ YouTube 的なやつですかまあまあ最近はやの YouTube 出てきますわなワードで」「いやツイキャスとかニコ生とかああいう関係なんです」っああそうなんですか?」ってってそれでですねそのネットの生放送はですね ってほうその僕の放送が特になんですけどやっぱおちゃらけた髪型だと許してもらえないんですよそのまま伝えたらそしたら「えー、っ?」てなって「許してもらえない」って自分「え市川さんの髪型ですよね」っていう頃の「はい」許してもらえないんですか?」はい」えー「え <laughs> い <laughs> やばさそうだよね意味がわからない意味がわからない 自分の髪型なのに許してもらえないの意味がわからないから <laughs>、あの <laughs>、<laughs> 何があったみたいな <laughs>、もう、反応がさ <laughs>、めっちゃ面白いの <laughs>。え、え、なん、どういうことでしょう <laughs> ってなるから <laughs>、いや、あのー、我々、我々、まあ、まあ、特に特殊なんですけど、まあ特殊ですよね。ネット生放送ではチャラチャラした髪型は許されないんですよ。まあ、半分。 もう、あのー、床屋の人もどう喋ってかわかんないよね。え、我々の職業を否定されに来たのかなみたいな。そんな感じになるじゃん。え、髪切っちゃダメなのみたいな。いや、そういうわけじゃないんだけどっていう。その、いや、あのー、そうなんですよって、あのー、私ね、こういう見た目でやらさせてもらってて、つってあんまりこう、シャレたけでいくとですね、配信より他のことに、 気使ってるとか、あ思われたりするので、やっぱりその、ね、あんまり見た目が普通だったりすると良くないんですよ。やっぱ奇抜な方が、こう、ネット放送にですね、力入れてるっていう感じが伝わるんですよって言ったら、はあ。で、これですかそうなんですよ、これなんですよ。なんでこの髪型にしようと思ったんですかってなったから、いや、それがですね、って言って、ほ、はい。 ちょっと詳しく聞かせてくださいよって。髪切る前に20分ぐらい喋ってたんですよ。オーナーと。まあ、女もびっくりだから。いや、どんな髪型でも女はするんですよ。嫌だって言ってるんじゃなくて、単純に疑問に思ってるわけですよ。で、あの、ネットの放送で、ほい。あの、髪型トーナメントっていうのがありましたね。髪型トーナメントですか <laughs> はい。 あの、視聴者の方にですね、その、僕にして欲しい髪型を投稿してもらって、その髪型をトーナメント形式にして、最もして欲しい髪型に僕が挑戦するっていう企画なんですよ。で、それで優勝したのが、これなんですかはいそれです。はあ、それは、視聴者さんは、石川さんのこと好きなんですか大好きですよって。 だったらいいですけど、ちょっと心配ですよね。<laughs> 言われて。まあ、それはそうだよ、ね。いじめられてるって思われてるらしくて。そう。好きなんですよねって。ファン、まあ、ファンみたいなもんですよねって。まあまあまあ、まあそうですね。好きで見てくれてるんですけど、好きで見てくれてる人が、これ、選ぶんですか <laughs> って言うから、そうなんですよ。って。ええー ああ、そうか、そうなんですね。ちょっと深い世界なんですね。そうなんです。これ見てよ、これ。<laughs> ひどいでしょ、これ。お前らさ、選んだやつさ、責任取るよ、この髪型。マジでさ、オーナー超イケメンで真剣にやってくれてるけどさ、俺の顔。ね真剣だよ。人 こんな感じでいいかなうん。一応 <laughs>、あの、言われた通りにしましたけどね。でもね、意外と気に入ってんのよ、俺。意外と気に入ってんのよ。うん。意外と、意外と。なんか清潔感出たなと思って。後ろ後ろこんな感じ <laughs> あのね、一応、この髪の毛にして行ったところが、コンビニなんだけど、コンビニのお客さんの振り向き率100パス。今のところ、店内ですれ違った人、後から店内に入った人が、僕を見つめる確率は今のところ100パス。多分後ろがちょっとね、後ろからだってこう、はいってなるからね。うん。<laughs> ちょっと声かけづらいよね。ね。 後ろからね。うん。のりちゃんえっだからちょっと、こり向きづらいけど。いや、床屋はやっぱね、うまい。再現率がすごい。あの、本当に精密機械のようだね。あの、美容室と、美容室は結構さ、こう自由度が高いというか、そういうナチュラルな自然感を出した 髪型を作ってくれるけど床屋はもう言われたものをもうそのまま表現する力はすごいなとは思ったんだけど大丈夫かな一応なんかワックスつけてくれたんだよねワックスもなんかさ <laughs> もう漫画みたいじゃないこれなんかさあの外,外人のさちょっと濃い感じのさいや俺ね結構ねあのヘッドホンつけるとねすごい似合ってると思うんだよねうん、なんかあのー 今まで金髪でやらしさが出てたんですよ、やらしさが。いろんな意味でやらしさが出てたのが、なんか、付き物が取れたかのように、なんかね、優しい感じが出たと思うんだよね、今の方が。やらしさから優しさ。ほんと、ぬくもりがね、出てますもん。<laughs> 誰が沖の鳥島だ誰が沖の鳥島、逆だろなぁ、なあ亡くなってんじゃねえか、誰が沖の鳥島だよ、沖の鳥島こんな風になってんの <laughs> <laughs> 本当沖縄フホ島